はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、あのね、池江璃花子さんの SK-2 のね、写真はね、ご覧になりましたでしょうかね。僕はね、インスタで初めて見てね、感激しました。インスタではね、その闘病中に支えてくださった皆さんに対してっていうのの感謝の気持ちをね、こう綴った文章がね、ありましたね。あと、まあその SK-2 に選ばれたということで、その SK-2 のモデルになってはるんですけども、でこれその写真なんですけどね、そのウィッグをこう着た姿もね、すごい素敵だったんですけども、ウィッグを脱いだ写真もね、すごいね、素敵でしたよ。まあね、池江さんはね、その骨髄移植をされて髪質はね、変わってると思います。そしてまだまだね、髪が短いので、まあ少しね、カットもされて、ね、長さをちょっと整えて、まあちょっとスタイリングをしてね、まあ、ベリーショート姿をね、お披露目してくれましたね。あのね、イギリスのモデルさんのツイギーのようなね、感じでしたね。ヘアスタイルの名前はね、セシルカットって言います。最近ではね、そのエマ・ワトソンとかね、アン・ハサウェイとか、ニコール・キッドマン、ナタリー・ポートマンがね、されてたね、あのベリーショートです。まあ、池江さんもね、めっちゃ似合ってましたわ、ほんまに。まあ、僕もね、今はね、このヘアドネーションのためにね、伸ばしてるんですけども、まあね、世の中がこういう状況なので、まあ、就職しないのでね、ヘアドネーション側も、受付をね、止めてるみたいなんですよ。まあ、なので、まあ、ご協力を考えてくれてる皆様はね、もう少しだけね、お待ちくださいね。そしてね、今日はね、その髪の毛の話もね、少しだけね、しようと思います。美容師なんでね。髪の毛って何のためにあると言われてるかと申しますとね、この頭を外的要因から守るためだと伝えられています。頭って大事ですよね。何かにぶつけたりとか、温度変化やね、太陽の紫外線からね、頭を守ってくれます。ちなみにね、体に毛が生えてるところはね、守らなあかんところだからね、生えてるんです。脇とかね、股間とかね、そうですよね、大事ですからね。まあその頭をね、ぶつけることはね、そこまではないと思うんですけども、その温度変化とかね、その太陽の紫外線はね、ずーっと降りかかってくるものなので、これに関してはね、何か予防策をした方がいいんですよ。まあ、僕みたいにね、外出るときはそのマスクにメガネにキャップにフードといったね、その怪しいスタイルならね、問題ないですけども、まあ、これからの季節はね、その皆さんはね、そうはいきませんよね。なのでね、皆さんはね、日焼け止めを塗ってください。まあ、もちろん僕も塗ってますし、まあ、日中は外出るときはね、その袋の中もね、ちゃんと塗ってますよ。そしてね、錯乱型のタイプをおすすめします。錯乱型ね。日焼け止めのタイプってね、吸収型とね、錯乱型があるってね、ご存知ですかね。日焼け止めにはね、主にね、紫外線吸収剤を使ったタイプと、紫外線錯乱剤っていうのを使ったタイプがあるんですよ。紫外線吸収剤っていうのは、受けた紫外線を吸収してから放出するので、肌を守るのですが、まあ、人によってはね、その肌が赤くなってしまったりとか、痒くなってしまったりとかね、アレルギー反応が起きてしまうことがあるんですよ。それに対して、その錯乱型紫外線、錯乱型っていうのは、受けた紫外線を錯乱反射させてくれることで、紫外線による肌へのダメージを防ぎます。肌へのね、負担が少なくてですね、敏感肌やね、子供さんのデリケートな肌の人とかいてるじゃないですか。そういう人はこちらをほんまにお勧めします。パッケージにね、その表面とかにね、その紫外線吸収剤不使用とかね、ノンケミカルとかっていう風な表示があればね、それはね、おそらく、紫外線吸収型じゃなくて、どちらは、錯乱型をね、使用したものなのでね、よくよく確認してみてください。いや、別にそのね、吸収型が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、僕の中ではね、その吸収型ってこう、紫外線が吸収されるでしょ、表面でね。ほんなら、ちょっとここにおるんちゃうかなってなるんですよ、紫外線のパワーがね。で、パワーが吸収されてても、ね、その皮膚の表面の一番上っ面のところにも一応メラニン色素ってあるから、そこが反応して、やっぱりね、シミになってしまうんちゃうかなと思うんです。だからもともとこう、パンパンとこう、紫外線をね、反射させる、錯乱させるやつの方が、僕はいいと思うんでね、ちょっとそっちがおすすめなんです。そのね、日焼け止めを塗っておいた方がね、光老化っていうのを防げて、お肌の状態が若い状態で保つことができるんですよ。
頑張って塗ってたらね、その10年15年後にはね、その肌の状態が5歳以上もう差がつくので、塗るだけでねめっちゃ効果的なんです、ほんまに塗るだけで。だからね塗ってください、ほんまに、ね、特にね僕の動画を見てくれてる皆さんにはですね、いつまでも素敵なね皆さんで見ていただきたいのでよろしくお願いします。でもねその日焼け止めもね、そのお肌に合う合わへんがあるんですよ。だから何種類も試してください。化粧品屋さんに行ったらね、そのサンプルはもらえるし、その時にね美容部員さんにこう相談しながらね決めてもらったらいいんですよ。その塗るだけでねほんまにね、その外的要因からね、その日焼け止めというバリな機能が守ってくれるんで、ほんまに塗ってください。もう今はねその髪の毛の日焼け止めもね売ってますので、そちらもねお使いくださいね。髪の毛にはスプレータイプがおすすめです。そのね、こういう毛先のねダメージが気になる部分にね、こうシュッて振りかけてくださいね。まあ、全体的に振りかけてもらってもいいんですけど、大体その毛先のねダメージの部分からね、ほんまに紫外線で傷んできたりするんで、あと乾燥とかからね傷んできたりするんでね、もう簡単なんでね。あとね紫外線だけじゃなくて、チリやホコリでしょ、で花粉や PM2.5 からをね、その直接付着することもね防げますんでね、これもぜひやってください。まあ最終的にはね髪の毛の紫外線の話になりましたけどね、お肌の紫外線にはサクラン型で、髪の毛にはスプレータイプがねすごい使いやすいんでね、もうぜひ皆さんそれをね探しに行って使ってください。まあ今はね出られへんと思いますけども、ネットで検索できるんでね、スマホでね、サクラン型、いや日焼け止めサクラン型とかね、日焼け止め髪の毛スプレータイプみたいな感じでこう検索したらね探せるんでね、もうぜひ探してください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。